皆さんこんにちは、陽子です。今年の宝塚記念は陽子予想でピックアップした3頭での決着でしたね。勝ったのは関東牝馬のマリアライト。ちょっとデータ的に頭で買う勇気がなかったのが悔やまれます。さて、今回は3日日曜日に中京競馬場で行われます名物の短距離 G3 第52回 CBC 賞の予想です。今回も過去10年のデータから気になる馬を探していこうと思います。勝ち馬は関西馬が8勝、2着8回、3着は10回と関西馬が有利です。またハンデ戦ということでハンデ別の成績についてですが、最近5年間ではトップハンデの馬は掲示板を外しておらず、58キロ以上を背負っても2勝して3着2回と頑張っています。一方で51キロを切った馬は未だに馬券に絡んでおらず、重いハンデの馬の方が頑張っているようです。馬券の傾向ですが、1番人気は2勝で2着は1回、3着も1回と勝率は低いものの、開幕週の位置づけとなってからは4年中3回馬券に絡んでおり、ここ最近は固めの傾向になりつつあります。一方の穴馬についてですが、2桁人気など人気がない馬が馬券で絡んだ時の傾向を調べると、大体の馬が前走オープン特別で好走しており、これは押さえておきたいデータになると思いました。続いては一押しの馬をピックアップ。データにおける一押しの馬はエーシンブルズアイです。 1200m 戦は9戦して3勝、掲示板を逃したのはわずかに1回と安定した成績。そして前走高松の宮記念は初めての中京で前残り展開の中でもしっかり追い込んできての5着を確保しています。休み明けという部分ではどのような状態か心配ですけれど、慣れた中京で前回からの上積みも見込めるのではないでしょうか。そして私の一押しもエイシンブルズアイとしたいところですが、シンデレラボーイが気になりました。左回りが非常に得意で、オープン特別でも2走続けて掲示板を確保。重賞経験がないというのはマイナスなんですけれどね。ただ中京競馬場に限ると一気に成績が良くなるので、ここに目をつけたいと思いました。それでは買い目です。オープン特別を好走している馬と重賞からの巻き返しを狙っている馬を中心に組み合わせました。気温もかなり上がるということで、牝馬に期待、高配当にも期待したいと思います。それでは皆様の馬券的中しますように。コメントやチャンネル登録で応援をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。